今から、ラーメン屋に行きます。阪市内のね。で、阪市内の、まあ、ラーメン屋の中で、二郎系のラーメンを出してるところ、そんな多くはないんだけど、そのうちの一つがカズジーってところで、前から来たいと思ってたんだよね。で、なんか来るとね、2回連続で休みだったの、金曜日に来た時ね。で、今日はやってるんで、土曜日ということで、ちょっと今から。で、初めて利用する店だったんでね、どのくらい量か分かんなかったですね。二郎系ということで大盛りにしたんですけど、で、まあ出てきたのが、まあ普通に全然食べれる量だったんで、チャーハンをね、チャーハンセット250円の安いなと思ったんだけど、チャーハンセットを追加で、注文しました。合計で、1400円かな。950円プラス大盛りで100円で煮卵つけて1150円。そっから250円、1400円ですね。はい。味はね、全然美味しかったですね。はい。で、増してくれて、で、店主の方も、まあ、結構優しい感じの方。うん。ラーメン屋の店主だと結構癖がある方結構いらっしゃるんだけどね。うん。まあ、それはそれでいいと思うんだけど、すごく優しい感じの方で、なかなかいいなと思いました。ということで、おすすめしたいと思います。またね、ここ来たいと思ってます。他にも結構ラーメンがありまして、まあ、他のやつも含めてちょっと食べていきたいかなと思ってます。